許可局かける5。今失敗しましたよね。出ない。東京特許許可局。おい、これを5回言うんですか。そうでございます。はい、そうでございます。では早速これ持ちながらでもいいよ。はい、めっちゃ練習してる。ではいきますよ、5回ですよ。5回ね。よーい、スタート。東京特許許可局、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 東京特許許可局。おお、これ割と言えたんじゃないですか。すごい、うりょうちゃん。ということでこちら言えたと思った方は1を、え、ダメだろって思った方は2を投票よろしくお願いいたします。投票スタート。さてどうだ、でも割とすごかったよね。割と言えましたよ、意外と。うりょうちゃんすごい、やるね。おお、イエーイ、1ばっかり、やったー、すごいぞ。ということでそろそろ締め切りますよ。5 4 3 2 1。お、これはもしかやったー、やったー、初めて。すごい、お姉ちゃん何度パーフェクト100点でーす。やったー、嬉しい。え、すごい。え、苦手な早口言葉とかあるの。で、早口言葉結構言えるのかもしれないですね。滑舌悪いイメージないもんね。私言えますね、結構。え、すごい、やったー。これはもう罰ゲーム回避、やった、100点でーす。すごいよ。やったー。だってこれ可愛さとかじゃないからね。やったー、やったー。ユーチ以来の100点ですよ。あ、本当ですか。うん、ユーチ1回ね、投げキスで100点とか。おー、素晴らしい、おりょうさん。やったー。特技だ、特技。特技早口言葉でいいんじゃない。そうですね。ね、そうします。言えるとゆるいな、ゆるいな。はい、ということでなんとおりょうちゃん第1位、はい、100点でございました。イエーイ、ありがとうございます。はい、というわけでこれから1週間ね、みんなが対決していくので、はい、まあ、おりょうちゃんはもう抜かせないんですけど、誰が最下位になるのか皆さんぜひね、楽しみにしていてください、はい、ということで以上、曜日対決のコーナーでした。イエーイ。